失礼します、はい、今日はもう昨日の晩から売り切れてまして、というわけで今回も始まるわけですけど、また再びねやってきました、夜のねこの倉敷のヌードルツアーでございます。売り切れが続出ということで、行ったらなかったというような、コメントをたくさんいただきました。そして夜になると、まあ、こんな感じでねライトアップされています。で、まあ、この話によれば、もともとはねこの冷凍自販機を中心に照らす、予定だったそうですけども、まあ、なんとねこの目の前、まあ、結構明るいんですけど、僕がいるところね、こんな感じでパッと見るとラーメン屋なのかなっていうぐらい、結構ねなんか分かりやすく書いているわけなんですけど、で今日はですね、まあ、何をしに来たかというと、まあ、補充の、ね、様子を、皆さんに見ていただこうかなと思うのと、で、結構売り切れてしまってどうしたらいいのかわからない、 いつ補充されるんだっていうのも、そのどうやって確認するのかを、まあ、お伝えできたらなと思います。すみません失礼いたします。だいたい何食ぐらいストック中に入るんですか？そうなんです。この中には、1種類につき10食入るので、全部で50食。あ、50食。はい。はい、ことで今もうすいません。なんか昼間には行列ができたって。そうなんです。待っていただいて、その補充の時も皆さんも本当にゆっくり待っていただいて、私の補充が済むまで。あったかい目で見てくれてるんですね。あったかい目で見てくださって本当に助かります。ありがとうございます。今日ちなみに何度目ですか？在庫管理がうまくできておりませんで、今日はもう昨日の晩から売り切れてまして、初めて今日の夕方5時から入れさせていただいたんですけど、本当1時間も経たないうちに本当にすいません売り切れてしまいました。申し訳ありませんでした。でもあれですよね、あのストックが全て含めて50なんで、この中に50なんですけど、あっという間になくなっちゃいますよね。なんて言うんでしょう、この自販機を可愛がってくださって本当に感謝しかないですね。僕もそんな感じで入れるんですね。そうなんです、ね、でも中寒いですよね。すごくもうマイナス20度の世界ですので、あのこの間雨が降ったんですが、はい、やはりこの冷凍自販機雨には弱いところが、弱点。そうなんです。で、仮に補充した場合、雨が強いとこうついた場合に固まっちゃうんです。固まってしまうので、やっぱり故障の原因になってしまいます。なので、なるべくこう雨が強い時にはここを開けることができないんです。ああ、なるほど。その補充ができないという。友達とかも会社ではなるべくそういう、まあ、ラーメン屋って言ったら行列ができたりね、密集して、そうですね、でなんで、ああ食べたいけどなっていうところに、やはりこのねこってりラーメン、家系とか二郎系ラーメン、はい、なんで好みにアレンジしていただいてもよし、この通りに作っていただいてもよしで、だから買って自宅でお子さんとかね、なんかその家族の方で、今日もあの5時に、夕方5時にあの補充させていただいたときに、ちっちゃいお子様が、
保冷バッグを持って並んでくださってて、私の補充をずっと待っててくださったんです。もうそれがなんとも、もう本当にもう涙が出るぐらい嬉しくて、もうありがたいなと思います。やっぱみんな楽しみにしてるんですね、家で作ってね。本当にありがたいです。ツイッターにその入荷情報とかを載せてますよね。はい、はい、あの随時あの次の入荷のお時間など載せておりますので、そちらの方でご確認いただければ一番分かっていただけるかと思います。わかりました。じゃあちょっと概要欄に載せておきます、ね、はい、ありがとうございます、はい。あ、これドミソは私の一押しで、もう私の好みで出させていただきました。これは本当に今の時期、味噌は冬はもう間違いなく味噌です、ね、もう間違いなく味噌だと思います。もう日本人皆さん、そうですね、好みもありますが、本当にこう濃く、そしていてそのしつこくない、このなんて言うんでしょう、濃厚かつ岡山人の舌に合うこってり、さとこの味噌の、味噌はもうこちら間違いありません。もうこの時期はこればっかり押すのもなんですが、味噌は間違いなく岡山県民に合います。おすすめということですね。すいません、私独自ですがさせていただきます。もう残りがほんのわずかですが、明日の朝、はい、補充させていただいて、それがもう売り切れ次第、次の、火曜日ですね、火曜日の夕方5時までに、はいはい、補充させていただきますので、はい、そういう形でお願いいたします、はい。あの今日初めてですか？いや今日2回目です。2回目ちょっと気になってたんで、彼女さんが、あ、いや自分もそれが設置された日にちょっと家が近いんで1回に来たんです。あ、もうそれはもうこの辺に住んでられて、あ、できてるわみたいな感じ ですね。あ、そうなんですね。 ある ありがとうございます。補充されたわけなんですけども、まだ、まあ、20分ぐらいしか経ってないのに、結構ね、なんだ、4台5台ぐらいの車が来ました。この1台のストックに50個、入るということなんで、まあもしかしたら、まあ、多い時は昼間とか 1,2 時間で、なくなってたのかなとか勝手に想像してしまうんですけども、まあ、こんな寒い、状態の中でも普通にお客さん買いに来るということで、すごいなと思います。